レントのカンニング竹山が19日、TBSK、アッコにお任せ、に出演し、保健所から、濃厚接触じゃないといただいている、と明かした。竹山は、新型コロナウイルスに感染したことを公表した赤江玉をアナウンサー、45、と同局系ラジオ、玉結び、で共演している。写真、赤江アナ、多彩な一面、もう終わっちゃったの。番組では赤江アナについて取り上げ、MC の和田アキ子が竹山に、赤江ちゃんと一緒にラジオやってんでしょ、と尋ねた。竹山は、そうなんです、と応じ、先ほど流れたラジオの音声、スタジオにいるの僕なんです。4月6日のことです、と述べた。赤江アナは、夫がテレビ朝日、報道ステーションのディレクターで陽性が明らかに。竹山は、赤江さんは旦那さんが可能性あるかもしれないということで、大事を取ったりしていた。9日から大事を取って完全に休んでいた、と事情を明かした。さらに竹山は、16日に赤江さんは発症しまして、我々演者は、ラジオは今一人一人が個室みたいになっている。保健所から濃厚接触じゃないといただいている、などと語った。